にこれ。おお。何のシルエットだ。いる、なんかいる。あ、すごい。めちゃくちゃ。めちゃくちゃかっこいいよ。まずは主人公選びから。あ、かわいい。超かわいい。かっこいい。髪型変わった。どうなる、どうなるの、こっから。それで知り合い、ライバル的な知り合い。そう、この新しいキャラクターはライバル。主人公の幼馴染でポケモンバトルにかける熱い思いを持っているぞ。そんな熱い男にぴったりの名前は、ヒヒヒロシなってんじゃん。ヒヒヒロシや。なんだよ、俺ヒロシ。そう、2年後の一種地方がこちら。うわ、反射してる山が素敵。すごいね。すげえ、反射してんね、マジで。すごい。本当だ。夏だね、夏山。急に爽やか。すげえ。緑が生い茂ってね。風の匂いがする。あの葉っぱに乗りたいね。葉っぱがね、これ華麗に舞うね。いつも景色に癒されるな、なんか。あの葉っぱはポケモンじゃない？それ違う。違う。違う。葉っぱポケモン。違う。それ違いますね。冒険は一種地方の南西に位置する町。ヒオウギシティから始まる。建物入ってみよう、建物入ってみっか。入れる。あ、入れた。お、入った。大丈夫。おいた。おじいちゃん、話しかけてみる。ハナのおじいさんかな。ジン、お、お、ハナ今日もヒヒ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 。俺のおじいちゃん。ポケモンを自慢されているのかい。俺がめちゃくちゃ自慢してんだ、ポケモン。そうだな。じゃあおばあちゃん、厄介なやつみたいになってんじゃん。あんたもポケモンがいればあっちの外にも行けるわ。なるほどね。まだいないの。ゲットしてないよね。上の方まで行ってみます。お、誰かいた。あ、誰かいた。これ誰だ。え、ペマ広いね。広い。僕も早くポケモンを取った。やっぱりね、みんなの夢だ。たくさんの人たちと話をすることで冒険を進めていくヒントが見つかるぞ。そしていよいよあの男と対面の時。主人公の花がポケモンを手に入れるためライバルのヒヒヒロシが手助けをしてくれることに。すると次の瞬間。あれ、ヒヒヒロシ入ってきたね。あれ、待って、ついてきてる。なんとライバルが一緒に行動だが、名前をヒヒヒロシにしたために。なんだろうな、ストーカーみたいな感じで言うんだよ。違う、目的が一緒だからついてってる。番組と一緒だな、ほんとに。ストーカーみたいな。あ、でも走れない。ヒヒヒロシ、花の匂い嗅いでるんだよ。やーやー、そんな、なんだよ、なんとでも言うけどさ。そしていよいよポケモンブラック2ホワイト2で初めてポケモンを手に入れる時が。記念すべき。おお。何何？あのシル。レンタル。わあ、これ迷うんだ。迷って迷うの。もちろんバトルシーンも新しくなってるぞ。おお。ヒヒロシと。うわ、バトルだ。バトルだよ、俺の花で。初バトルだ、初バトル。俺ヒロシの嫌いだからやっつけて。やっつけろ。でもでも相性がある。ミジマルのアクションに注目。あ、待って、ちょっと違う。そう、バトルシーンではポケモンたちのアクションが新しくなっているのだ。なんかバトルの音がすごくかっこいい。ちょっと HP の感じかっこよくなってます。ちょっと斜めになってね。タッチするところとかも違うもの。経験値すごい。だんだん気づいてきたね。音楽はよりかっこよく、 HP などバトル画面はより見やすくなっている。時間帯とかどうですか。時間帯によって夜は暗くなったりとかしたりするんですか。はい、時間でも変わります。あ、変わるんですか。あ、倒れた。
ライバルとのバトルに勝利し、いよいよ町の外に出た花は草むらへ。あ、入った入った。どんなポケモンが出てくる？野生のポケモン出てくる。おいおいおい。記念すべき最初のポケモンは初野生。え、ルリリ。なんとポケモンブラックホワイトでは手に入りにくいルリリがいきなり現れた。このバトル自体が結構見れなかったバトルですよね。いや、そうね、新鮮だね、ものすごい。さらに近くの草むらを歩いていると、今度はポケモンブラックホワイトでおなじみの、マサさん、バトルやってもらえますか？バトル？バトル？特別にブラックキュレンを、手持ちに入れたソフトがあるんで、それでちょっとバトルをやってみましょう。やりますまあまあまあ落ち着きなさい。バトルの前にここでブラックキュレンとホワイトキュレンの詳細をテレビ初公開。分類は境界ポケモン、タイプはキュレンと同じドラゴン、氷、そして2匹がそれぞれ使えるとっておきの技が。ブラックキュレムしか使えない技フリーズボルト、ホワイトキュレムしか使えない技コールドフレアというのがあるんです。なるほど。果たしてブラックキュレムだけが使えるフリーズボルトの威力とは。山本隊員がブラックキュレムを使ってバトルスタート。本当だよ。いいのかこれ。そうだよ。申し訳ない。これも僕は皆さんだよ。どうしようもないやつだよ。僕はレシラムですね。レシラムもね。まあ、問題レシラムね。タックルだったのがね。うわー、すごい、すごい。じゃあ使ってみようかな。フリーズボルトですね。戦いをするのかな。ゲー、お、来た。何？キュレムは冷たい光に包まれた。よっしゃ、行くぞ。なんだ、あれ、ダメは溜めるのかな。あれ、あ、溜めるんだ。うわ、やばい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 。もう食らったよ。そう、フリーズボルトは1ターン溜めてから次のターンで放つ強力な氷タイプの技。うわ、来た。溜めてんの。あ、うわ、あ、ここや。うわ、すげえ。なんとフリーズボルト一撃でレシラムを倒してしまった。その威力はレシラムのクロスフレームをも上回る140だ。すげえこれ。決して今のヒロシがすごいんじゃないぜ、ブラックキュレムがすごいんだぜ。いや、そうだよ。あえて言うことないでしょ。分かってますよ。そしてこちらの技がホワイトキュレムだけが使えるコールドフレア。フリーズボルトと同じように1ターン溜めてから放つ。みんなもこのド迫力バトルを体験してみてね。といったところで、ポケモンブラック2ホワイト2スペシャルはここまで。新たなポケモンと新しい冒険が君を待っている。増田さん、海野さん、今日は本当にありがとうございました。 Thank you。